泣きわめけ腹の虫、美味しいテロリスト参上。はい、というわけでですね、秋の食欲祭り2020、今日はね、豚キムチ鍋焼きうどんを作っていただいてみたいと思います。これはまあ鍋物なんだけどさ、まあ今までに比べたら料理っぽいかな。うん、一番料理っぽい感じですね。はい。でですね、今回、まあ鍋やるんですけども、あのね、この土鍋、これを使います。これ土鍋ですね。土鍋を使います、ね、今日使い込んでますこれね。で、うちね IH なんですよ、ね、IH なんでね、まあ普段ねこれね、こっちの、ね、IH 対応のですね、鍋を使ってるんですよね。まあこれね、こっちに越した時にね、その IH なんでね、土鍋使えませんのでね、これに買い替えたんですけども、ね、今回はねこっちのね土鍋使います。絵的に絵的にこっちのがねやっぱね、なんかあったかそうでしょね、美味しそうでしょね。なんでねこっち土鍋使います。なんでね、そのカセットコンロをね、用意してね、それでねやってみたいと思います。それでは、豚キムチ鍋焼きうどん、レッツクッキング。はい、それではね早速、作っていきたいと思います。まあ材料はね、その都度その都度でご紹介していきましょう。んでね、カセットコンロね、カセットコンロです。はい、まずだしです。はい、でキムチ、いや、今回は桃屋のキムチの素使います。桃屋さん、長ネギ収納のためにね、えのき、ね、えのき、豚バラ、うん、冷凍うどん、入れちゃいます。ニラ、卵、2つ使います。2節目、
します。それではできました。いただきたいと思います。ちょっとできたのね。どうしましょうかね。あっちっちっち。ほい。あっThank you.
完食。ああ、はい、ごちそうさまでございました。いや、お腹いっぱいそう、もうね、もう最近というかね、もうここ近年ね、もうすっかりですね、小食になってしまいましてですね、もうね、昔だったらね、まあこれにあと、まあご飯とね、まあ一緒に食べるんですけどもね、いやー、もう食べれないな、これだけで十分うん、はい、それではね、本日も美味しくいただけました。はい、ありがとうございます。何に感謝してるのか分かんないけど、とりあえずいろんなものにありがとうございますね。それでは、お歌のコーナーへ行きましょう。お歌のコーナー、はい、今回の歌はですね、矢沢永吉ですね。はい、もう一人の俺っていう曲ですね。はい、多分知ってると思います皆さん。はい、ね、この A ちゃんの曲ではね、この曲が僕は一番好きですね。はい、今日はね、ちょっとね、矢沢永吉をねやってみたいと思います。夜更けに一人で思い出す今も何の不安もなかったあの頃、大事なことさえ置き去りにしてきた自分を俺は恨まないけれど、もう一度光の道を駆け抜け、お前に会いたい。失うものなど何一つない、乾いた気分でただ瞳閉じれば言葉にならない切なささえも心の底に押し込み I wanna cry 涙など見せはしない、お前になりたい。 All right.できるなら目
と光の道を駆け抜け、お前に会いたい。それでは、今回もねご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いいたしましょう。それでは、お別れ。